東日本旅客鉄道総合車両製作所株式会社総合車両製作所は鉄道車両メーカーである東日本旅客鉄道の完全子会社東急車両製造事業所と及び総合車両製作所ニーズ事業所概要も参照旧東京急行電鉄の鉄道車両製造製造修理部門と梅鉢鉄工所及び帝国車両工業を源流とする 東急車両製造が需要の低迷などを理由に、鉄道車両事業を JR 東日本に事業譲とするにあたり、受け皿として設立された企業である。設立のスキームとしては、2011年11月9日付で、東急が100%子会社である、新東急車両株式会社を設立、翌2012年4月1日付で同社へ。 東急車両製造の各事業を譲渡し、翌4月2日付で新東急車両の全株式を JR 東日本へ売却指導者の完全子会社となるとともに、同日付で株式会社総合車両製作所と称号を変更する形で行われた。JR 東日本では、東急車両製造の事業譲り受け以前から自社直営のニーズ車両製作所で、 鉄道車両の製造を手掛けていたが、グループ内の車両製造業務を J トレックへ一本化するため、JR 東日本は車両製造事業とそれに係る資産や負債、権利及び義務を2014年4月1日付で J トレックへ会社分割により譲渡し、ニーツ車両製作所を当社のニーツ事業所とする形で、現在の体制となった。ただし、ニーツ事業所における、 従業員の雇用契約は引き続き、JR 東日本が保持し、当社へ出向する形をとっている。旧東急車両製造の本社で、旧東急横浜製作所由来の本社及び、横浜事業所のほか、JR 東日本ニーツ車両製作所を引き継いだ、ニーツ事業所、そして、旧梅鉢車両、帝国車両に由来し、 大阪府堺市から移転した和歌山事業所という、出自の全く違う3カ所の製造拠点を有する。横浜事業所とニーツ事業所においては主に、鉄道車両、和歌山事業所においては、コンテナの製造を手掛けている。鉄道車両については、東急電鉄向けの車両は、旧、東急車両製造時代から一貫して、製造を担当していたが、JR 東日本向けについても、 当社設立以降、一般系車両については、JR 九州ベック819系電車の OEM である EVE801 系電車を除いて当社に製造を集約させている。なお、JR 東日本向けを含めた新幹線車両は E3 系の改造、E7 系の製造を一部担当したのみである。鉄道車両のほか、鉄道、会場用コンテナの製造も行っている。 分岐器、横取り装置をはじめとする、軌道関連部品の製造も行っていたが2018年度をもって撤退した。なお、現在日本国内において、一般型鉄道用コンテナを製造しているのは、総合車両製作所のみであり、その市場占有率は100%である。旧東急車両製造、東急横浜製作所の経布については、東急車両製造を遠隔を、参照 東急車両に合併される前の旧帝国車両工業、梅鉢車両の経譜については帝国車両工業概要を参照車両の製作を JR 東日本ニー車両製作所に委託したものが一部含まれる東急車両製造当時に受注、製造したものについてはこちらの項を参照東日本地区の鉄道事業者を主要な顧客とするが 合併によって東急車両製造大阪製作所となった旧帝国車両工業当時から取引があった南海電気鉄道やその子会社の戦北高速鉄道は西日本地区における数少ない顧客である。ただし帝国車両工業合併以前にもオールステンレス車両である6000系電車などの納入実績がある。これは当時オールステンレス車両の製造技術を有する。 メーカーが、東急車両製造のみであったことに起因しているが、総合車両製作所への移行後は8000系のみ、製造している。なお、2015年秋デビューの8300系は、近畿車両での製造となった。一方で、京都市営地下鉄、カラスマ線に導入予定の新車デザインを、1円で落札したが、2019年7月に行われた、高速鉄道カラスマ線。 新型車両車体及び偽装の入札は辞退し、近畿車両が落札した。日本国外向けステンレス車両については、日本におけるステンレス車両のパイオニアメーカーとして、スースティナというブランド名を、制定、2012年9月下旬に、ドイツ・ベルリンで、開催の世界最大の鉄道関係見本市イナトランズ2012に出展した。スースティナとは、 実主規格で規定されるところのスースコーと英単語のサナブルを合成した造語でステンレス車体の特徴である美しい外観、高い安全性、長期間持続する高い信頼性、さらにリサイクル性の高さから地球環境の維持にも優れていることをイメージし制定されたものである。スースティナは後に国内向けにも用いられるようになった。ロゴの違いはスースティナの愛の上の点が 海外向けは日本をイメージした赤い丸なのに対し、国内向けは地球をイメージしたものとなっている。鉄道総合技術研究所と共同研究、開発した通勤車両ロングシートの円弧状手すりは、線量、余りで採用され、2012年度、人間工学グッドプラクティス賞最優秀賞を一般社団法人日本人間工学会から受賞している。電車。 編集案内機常式鉄道用、編集日本国外、編集機動車、編集工作機械分野では、速い接合スピードを特徴とする、独自摩擦角半接合用ツールを、大阪大学監修で開発し、スマート FSW の名称で、研究開発用に販売しており、特許、衣装、商標出願中である、東急車両製造時代に開発製品を扱った時期もあるが、 現在は、同分野からは撤退して、サービス業務のみ継続している。車両の改造も実施している。主な内容を下に記す。内話改造の内容。横浜事業所から道路を渡り、京急図子線につながる。改装線横浜事業所が、京浜急行電鉄の金沢八景駅に隣接して、立地する、都合上、京急図子線の金沢八景人務次官の、 上り線は、JR などへの申請車両の納入や、改造車両などの入り出場のために、横浜事業所から JR 逗子駅までの半出入線を併設しており、千四百三十五ミリメートルと千六十七ミリメートルの0 0基上区間となっている。京急向けに申請された車両については、通常横浜事業所から自力で、出場改装されるほか、川崎重工業で申請された。 京急の車両については、改装線を経由して、一旦同時業所に搬入され、整備が実施された後、同様に、自力改装にて出場する。詳細は、京急寿司線、その他及び、寿司駅総合車両製作所横浜事業所、専用鉄道参照、川崎重工業車両カンパニー完成車両の、輸送方法及び、日本車両製造車両輸送についても、 参照横浜事業所の近隣には横浜系キューバスの停留所があり、この停留所は総合車両製作所への継承、解消から現在に至るまで、等級車両前のままとなっている。ありがとうございます。